夢中にならない人が仏陀なんですけど、その仏陀の悟りというのがこの、自分も全てのものも常に変化しているというこの諸法無我という、無我というのは固定的な自分がないという意味で、諸法無我というふうに、言うんですよね。屋根の一番上がですね、こうアルナットンですね、平和、皆さんが平和になるようなことで、まあ、一番上の方がこうアルナットンですね。これも瓦なんですね。この瓦一枚一枚が手作りですからアールツイトンですね。この柱が普通はこう一本なんですね。あえてこことこう切っとんですけども、東からお月様があった時にここへ明かりがあって、この床の前影が映るわけですね。影は映してもいけ踏んでもいけないということで、あえてこの柱は切っとんですね。全部回った。